ちょ天くんが暴れて、ママママ天くんが暴れてスタンドが倒れそうです連れて行かれ、ね、危ないよ逃亡された天くん着替えました。今日2回目の衣装チェンジ。この服めっちゃ楽なんですよ。なんか品がいいし、素材も伸び縮みして、膝中心ぐらいの丈だから短くなくてすごい楽なんですよね。どこにでも着ていけそうな感じ。だいたいなんか近所とか行くときはこの格好これに帽子かぶってって感じかな。夏は本当に月の月10回ぐらいこれ着てますそう、今日は TikTok をなんか撮りたいのがあるんです。へーへーってやるやつを撮りたくて、で昨日も結構 TikTok ため撮りしたんですけど昨日も TikTok ため撮りしたんですけど、なんだっけ、昨日ヘアメイクが三つ編みだったからこれができなくて、今日も TikTok 撮ろうと思って。著作権がダメって感じです。おいどんさんありがとうございます。皆さん星とカウントとあれお願いします。でなんか今から私があんまり声が出ないということで、ホワイトボードでお絵かき配信をしたいと思います。題してお絵かきクイズそのまま。そう、私は別になんか絵がうまいとかっていう印象はほぼ1兆パーセントないと思うんですね。で今日は私の大嫌いなお絵描きをしたいと思います。 YSS ありがとうございます。でお絵描きが苦手なのでお絵描きをして、私のその下手さを利用して正解できるかなみんなはっていうことをしたいと思います。そうで、事前にお題をママがこんな感じで5つ書いてるので、私もまだ見てないんですけど、ママに適当に書いてって言って書いてもらったので中身を開けて書いていきたいと思います。じゃんマイメロディさんさん付け。マイメロディってわかる？マイメロちゃん、私が好きなキャラクターって言ったらあれだけど、なんかそこまでめっちゃグッズ集めてるとかじゃなくて、誕生日が一緒なのでマイメロ何が好きって聞かれたらマイメロディーって言ってます。言ってますっていうか、なんか営業みたいになっちゃうけど、あ待って、答え見しちゃダメだ答え見したらダメだ、間違えた、やば、答え間違った、あ待って待って、自分が見る、自分だけだ、
間違えた。最悪。確かに言っちゃダメじゃん。じゃあこれ自分で見ます。もう前メロのやつは捨てて。おお、今すごいむずい、これ。どんなやつだっけ。待って、わかんない。超ボンミスね、本当にボンミス。待って、なんだっけ、どんなやつだっけ。ちょっと待ってね、調べる。調べます。そんな気がした、本当。学校からめっちゃ連絡来てる。夏休みだから。ああ、はい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 。かわいい。これを描くのね。じゃあ、正面を描くね。いきます。むずっ。今こんな感じ。 むずいな。お、でも意外に、待って、わかるかも、これ。意外にわかるかも。待って、これ意外にわかりやすい、これ。け、意外にわかりやすい。なんでしょう。なんでしょう。あ、正解。セッキーさん、正解です。カピバラ。イエーイ。カピバラ。カピバラです。意外にさ、特徴つかんでる絵だからさ、わかりやすいよね。カピバラでした。正解。正解者。正解者が出るまでこれ待たないといけない。じゃあ真ん中が顔かと。あ、むずいな、全部お題がむずい、これ。これむずい。ママのお題ミスすぎる、これ。むずい、むずいっていうか書けない。動物系とかがいいじゃん、やっぱ。動物とか物とか。これママのお題ミス、ちょっと。あ、違う、カピバラじゃなくてね、他の今の。そう、ちょっと疲れた、もう書くの。じゃあ私が適当に書くね。何だろう、何がいいかな。でも特徴が分かりやすいの。ろうね。そう、絵がすごい下手くそで、なんかいきなり下手くそになったとかじゃないんですけど、なんだっけ、
小学校の時とかもすごい下手くそで、で夏休みの宿題とかで絵を描かないといけないんですね、小学校って。でなんかその毎年そのなんか夏休みの思い出みたいなお題で宿題が出されて、その絵を描かないといけないっていう宿題があったんですけど、毎年同じ絵を描いてました。なんかこれが画用紙だったら全部一回青、真っ青に塗って、でタコとかイカとかクラゲとかを描いて、そのなんか海の中を想像してるみたいな絵を毎年 4年間ぐらい連続で描いてました。だから例えば小学3年生の時はタコとエビを描いたとしたら、次はクジラとイルカを描いたりとか、毎年なんか違うやつを描いてました。そうで、なんか私小学校の宿題とかもなんかしないタイプだったから、なんかいつもギリギリでまだやんないで、あの家族全員に手伝ってもらうっていう感じだったんですけど、絵は毎年おばあちゃんが描いてくれてたりとかしてました。とかなんかなんか実験を自分でするか何かを作るかっていう、なんかその結構長期間かかるものの宿題があったんですね。例えばなんかその蝶々を採取しに行ったりとか、あとはなんか何かを作るとか、そのバッグを作るとか、結構そのかかる時間が1週間とか結構かけないと無理な大掛かりなやつも毎年宿題に出てて、それはいつもおじいちゃんとかにタコを作ってもらったりとか、それもすごい本格的なタコなんですよ。竹を採取してきてもらって、その竹で大きいもう業者レベルのタコを、タコ揚げのタコを作ってくれたりとか、あとおじいちゃんが海で貝殻とかを集めてくれて、その貝殻一個一個全部つなげて大きな亀のなんか亀のインテリアみたいの作ってくれたりとかしてくれてましたね。そう、あとおじいちゃんじゃない お父さんパパが神棚を作ったりとか、あの神様を入れる棚とかを作ったりとか、あと椅子とかなんかいろいろ作ってましたね。なんかいろいろめっちゃ作ったそう、私は一切宿題しないっていう感じでしたね。なんであんなに宿題しなかったんだろう、暇人なのに。毎日遊んでたのかな。そう、とか漢字帳とかもやらなすぎて、そのおじいちゃん家がちょっと遠くにあるんですね、おじいちゃんとおばあちゃん家が、お父さんの方のだから宿題も一応持っていくけどやらなすぎて、おばあちゃんに漢字の宿題してもらったりとかしてました。懐かしい、本当に夏休みね、懐かしい。そう、本当に宿題嫌いすぎてやってなかったね。でも今でもその癖は治んない、宿題しないっていう。中学校の時とかも、中学校の時はそれこそなんかちょっと頭のいい学校に通ってたから、その宿題とかもテキストごと渡されてたんですね。これぐらいの分厚さのテキスト、例えば数学だったら全部計算とかとか、いろいろなんか文章問題とかもだし、結構なんか本当にテキスト一冊ボンみたいな、例えばじゃあ理科はプリント50枚ありますとか、本当にこれ冗談じゃなくてそんぐらいあって、あと託習は毎日2ページずつの1ヶ月休みだから60ページとか、プラス単語帳も60ページとか。そうで、なんかそれもなんかその単語帳とか漢字帳とかもレベル分けされるんですよ。だからその学校に提出、先生に提出したら、そのじゃあ例えばこの子はその単語帳の内容が、漢字帳とかね、英単語帳のクオリティが高い子とかは A ってつけられるんですね。とか A プラスとかもあって、
そう、でも私とかは結構適当って言ったらあれだけど、最低限しかしなかったから B とかだったんですけど、その最低限のやつでも色付きペンを使って単語を分けて変えたりだとかしてたんですけど、もう A プラスの子とかはもう教科書レベルの単語帳で、そうとかでしたね。中学校の宿題は本当に多くて、そう、すごかったですね。よく頑張ってた自分って感じ。どさんこトントンさんありがとうございます。吉本レッツさんもありがとうございます。おいどんさんありがとうございます。ネギ大佐さんもありがとうございます。カーク大佐さんもありがとうございます。あとその他の皆さん、カウントとお星さんもたくさんありがとうございます。そう、勉強が嫌いすぎてやってなかったね。とかなんか、勉強はめっちゃさせられてたって言ったらあれだけど、何なんだろう、なんか家で勉強しなさいしなさいとかはあんまり言われてたけど、あ、なんか勉強とかじゃなくて宿題しなさいってよく言われてて、新一郎さんもありがとうございます。そう、勉強しなさいって言われることはあったけど、あ、宿題しなさいはあったけど、なんか勉強っていう感じじゃなくて、なんか本当に最低限のことしてくれたらいいみたいな感じだったんですけど、なんか塾とかも通ってましたね。小学校小2ぐらいから、なんか周りが結構通ってたっていうのもあったのか分かんないんですけど、なんか塾にめっちゃ通わせられてた感じ。小学2年生ぐらいから多分通ってたかな。小2から小6ぐらいまでずっと通ってて、なんか塾掛け持ちとか全然してた 懐かしい。塾掛け持ちしてました。小5ぐらいから掛け持ちしだしたのかな。そう、なんかそれこそ中学受験っていう壁が藤園家にはあったので、私の中で。そう、だからなんかその中学受験をするために小2からずっと塾通ってて、でも塾通っても頭バカすぎて、そう、塾の宿題も全然しないし、そうで、いつも塾の先生になんか呼び出されてやってました。でもなんかやればできるんですよね。だからなんか自分の中でスイッチが入ったら、なんか本当に2時間ぐらいずっと休憩せずに宿題っていうか勉強ずっとしてたりとかもしてたけど、基本しないみたいな感じでしたね。でも一応塾で学校より先に教えてもらうから、なんかね、先に進みすぎて分かんなかったっていうのも多分実際あったと思う。なんか本当に小、あ、待って、お絵かきクイズも一回消すね。そう、なんか懐かしい話をしてます。 ISA さんありがとうございます。布さんもありがとうございます。そう、なんだっけ、あ、そうそう、そう、だからなんか小学2年生の時に小3の勉強を先に進めてたとか、小3なのに小4の勉強してたとか、なんかその先取りタイプだったんですよ、塾のなんか方針が。先に勉強しようみたいな感じだったから、その先の勉強をしすぎて、実際に学校で習ってる時に、あれ？これどういうやり方だっけ？っていうのが多かった、自分の中で。そう、とか、あとは、あ、そうそう、で、小5から、なんか、ずっと個別教室みたいなのに通ってたんですね。1対3ぐらいの。なんか、3人の生徒に対して、先生が1人つくから、まあ、結構、その、やり方を教えてもらって、自分で解いて、で、それで先生が他の2人とか回ってるから、その間に解けるとこまで解いてて、で、ちょうど先生が先生が次来たら新しい問題のところに突入してるみたいな感じなんですけど、そうそう、で、それでそういうところにも行ったりとか
声治った？でも結構枯れてるよね声。そうで、そういうところにもずっと行ってて、でも小5ぐらいから結構もう本格的に中学受験を意識し始めた時だったので、次はなんか教室制のところに行って、その本当に学校みたいな感じで先生が一前にいて、黒板に書いて、それを15人ぐらいで一気に勉強するっていう、本当に学校スタイルみたいなところにも行けつつ、あとは家庭訪問じゃないや、家庭教師もつけたりして、小6の1年、小5から小6の1年ぐらいはずっと家庭教師もしてましたね。家庭教師もつけてました。だから本当に学校にお母さんが迎えに来て、小学校の時は毎日学校に送り迎えしてもらって、学校からそのまま塾に行ったりとか、ゴルフ行ったりとか、バスケ行ったりしてとかしてましたね。だから月水金はゴルフとバスケして、あとの他の日は塾からゴルフ行ったりとか、なんか掛け持ち結構してました。そう、いろんな習い事させてもらっててっていう感じですね。そう、なんか小学校の時は結構ハードでしたね。そう、小学校の時なんであんなに真面目だったんだろう なんかさ、塾代でいくら使ったんだろうって感じですよね。そうとかしてましたね。でも中学校で、また中3の時に、また中2から中3、中2終わりぐらいから中3にかけて塾も行ったりしてたね。なんか受験に向けてみたいな。でも AKB に入ったからやめちゃったけど。そう、結構小学校は塾がずっとって感じだったかな。そう、もともとそのゴルフとバスケしてたんですけど、長く一番続いたのはゴルフとバスケで、でその中学受験した理由もバスケが強いところに行きたいっていうのと、あとはそのエスカレーター式で大学まで行けちゃうっていう学校だったから、その中学校で先に受験してた方が楽なんじゃないかっていうことで、まあ、したっていうのもあるんですけど、そうだったからバスケゴルフかな、一番続いたの。でもスイミングとかもやったりとか、あと生まれて3歳ぐらいの時、3、4歳の時に一瞬だけバレリーナとかしたりとか、あとバレーボールはお姉ちゃんがずっとしてたので、小2から小3、小4とかかなぐらいまではバレーボールしたりとかね。バレリーナとバレーボールと水泳と、あとなんか夏休みは毎年なんか走る、なんか陸上みたいのも習ってました。そう、あと何してたかな、そんぐらいかな。でも結構してますよ。でも音楽系は一切触れてこなかったですね、そう考えたら。なんか私は結構小学校の時とかピアノしたいとか思ってたんですね、周りがめっちゃしてたから。そう、でも、まあ、今結局高校生っていうか、今中学生終わりぐらいから AKB に入ったので、音楽にはね関われてるんですけどって感じですね。あと5分？早い。次の枠は19時？20時過ぎだったっけ？次の枠。お風呂入ろうかな。それかなんかちょっと眠たいから1回30分ぐらい見るか。ピアノとかバイオリンとか習ってそう。あ、でも中学校の音楽はバイオリンしてました。
だからバイオリンで学校の校歌みたいなのの、あの A メロは弾けます A メロやばすぎ。そう、え、次何分からでしたっけ。ささとメイクさんありがとうございます。スターありがとうございます。ハノイイベント面白すぎたので次行けるタイミング、ぜひお待ちしております。嬉しいね、ささとメイクさん毎回来てくださってありがとうございます。新一郎さんもありがとうございます。19時31分から、あ、OK、じゃあ次は19時30分からなので30分でお風呂入れるかな。無理か。お風呂は諦めます。そう あと3分で終わります。ボール誰にあげるか迷います。迷います。でもそこはやっぱりチームエイトメンバーに、あ、でもチームエイトの枠がないからオルガン坂に出演したメンバーがいたら、オルガン坂に出演したメンバーに全振りしましょう。それはレイちゃんはこの時期でも湯船にしっかり浸かる人なの？そう、大体浸かりますね。なんか本当にお仕事でもう疲れすぎてもう無理っていう時はシャワーだけだけど、できるだけ一年中浸かるようにしてます。一年中っていうか夏でも関係なく浸かってますね。昨日も浸かったりとかしてます。そう、メイクちゃんとした方がいいかな。次の部から夜だからたくさん来られそうですよね、皆さんが。眉毛しか描いてないからな。じゃあ、あと、あ、もう、あ、じゃあランキング見ます。と、13位はブケニャンさんありがとうございます。12位は天守閣さんありがとうございます。11位はライムさんありがとうございます。10位は里姉さんありがとうございます。9位はリーダーさんありがとうございます。8位はちささんありがとうございます。7位は幻さんありがとうございます。6位はセッキーさんありがとうございます。5位は YSA73 さんありがとうございます。4位はササットメイクさんありがとうございます。3位は科学大佐さんありがとうございます。2位はしんいちさんありがとうございます。1位はわたぼうさんです。ありがとうございます。ありがとう。じゃああと2分ちょいで終わります。あれだね、やっぱ目の前にスケジュールのやつがないと分かんなくなっちゃう。19時31分と、ん？ 19 時半だっけ？あれ？あれ？あと2枠？いや、あと2枠ぐらいあったよね、確か。さっき消しちゃったから、ちょっと、あ、自分で、自分のツイッター検索しろ。あと2枠か。19時30分から。じゃあそれではあと8秒、うん？あと少しです。じゃあ皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。ありがとう。